激レアゆっくりを連れてきた、のお時間がやってまいりました。あれそんな始まり方だったっけ？こちらが研究助手の弘中彩香です。いやどう見ても霊夢じゃねえか。今日の客員研究員はこちら。ブッキングミス。は？ということで今日のゲストを呼び忘れてしまったので、初っ端からダメダメじゃねえか。本日の激レアゆっくりを紹介します。それでは、どうぞ。いや誰だよ、激レアゆっくりだろ。マキって言うんですけど。自分から名乗るしかなくなっちゃったよ。この激レアゆっくり、どんな激レア体験をされた方でしょうか？ボカロ聞きまくってたらボカロにされた人。いやありえねえから。キメイマルさん、そんなファンタジーな体験があるわけないでしょうが。ということでこの方は、異世界転生ものの小説に憧れていたら、ある日事故にあった拍子に本当に異世界転生してしまった、という激レアゆっくりです。いやそっちの方が思いっきりファンタジーだわ。いいか、よく聞け。マキさんは、異世界転生の小説にドハマりし、異世界での冒険に憧れていると、ある日、トラックに轢かれ交通事故に遭ってしまい、死んでしまうんだが、なぜかその時の衝撃で魂だけが異世界に転送され、異世界で勇者として暮らすことになったんだ。しかし、転生した異世界でも想像通りとはいかず、過酷な運命が待ち受けていました。いやまずどうやって異世界からこっちに戻ってきたのか説明してくれないと話の内容これっぽっちも信用できないわ。はぁ、北斎、こんな番組見てられるかよ。霊夢、ちょっと隣町まで太鼓の達人してくるわ。って、何やってんだ霊夢。ちょっと、今収録中なんだから邪魔しないでよ。いやどこで収録してんだよ。じゃあこれ全部テレビに映ってるの。どういうことだってばよ。異世界で勇者となったマキさん、襲いかかるスライムなどの敵に対して、果敢に戦っていきます。最初のうちは、突然放り込まれた意味もわからない世界での日々に、毎日宿屋でブルブル震えていました。しかし毎日冒険を進めていくうちに、そこら辺の魔物はもう余裕のよっちゃんになっちゃうんですね。この時はマキさん自身はどのような気持ちでしたか？まあ最初はあれだけ怖かった異世界なんですけど、慣れればこんなもんか。って感じですね。適応力高すぎだろ。そしてめちゃくちゃ強くなったマキさん、あることに挑戦します。ででん、ダンジョンボス2挑戦。もうやっちゃうの、大丈夫なの。戦闘経験を積みどんどん強くなったマキさん、ついにはダンジョンボスのマザーブリードに挑戦します。このマザーブリードというモンスター、めちゃめちゃ強くて、会社でいう課長くらいの強さです。いまいちピンとこなかったんだが、そうとも知らないマキさんは、こんな化け物いつも通りコテンパンにしてやるわ、と完全に油断しています。そしてマザーブリードを攻撃、しかし、予想よりはるかに強かった。ははは、勇者というのはこんなものなのか。では次は私のターンだ、くらい。うわぁ。マザーブリードの土着そ強い攻撃に相瀕死状態のマキさん、絶体絶命のピンチですがそこに。てめえ、女の子に何しとんじゃ、覚悟しろよ。うわぁ。すごい。大丈夫ですか、よかったら近くの宿山で案内しますよ。傷を癒さなくては。なんと、通りかかった別の勇者が助けに来てくれたんですね。この勇者、名前をカイトと言いまして、この異世界ではそこそこなのとどろいた、超絶イケメン勇者なんです。まさにヒロインが主人公と対面したような感じですが、この時はどんな気持ちでしたか？そうですね、もうカイトくんは本当にあの世界の主人公って感じでした。今でも彼のことは頭から離れてません。あれか、恋しちゃってる感じなんだな。そしてカイトに案内され宿屋に着いたマキさん。じゃあ俺はあっちの部屋だから、何かあったら呼んでね。ダメ。今夜は一緒の部屋にいて。もうカイトにベタボレしてしまったマキさん。カイトを部屋に連れ込み、オールナイト計画を強引に実行しようとします。いや攻めすぎだろ。カイトくん、今日は疲れたしカイトくんも私といいことして癒されない？ついに一緒の部屋で一夜を過ごすことになったマキさん。チャンスとばかりにカイトをめちゃめちゃ強引に誘惑します。しかし、いや、疲れてるのはマキちゃんの方じゃないかな。今夜はゆっくり休んだ方がいいよ。はは。純粋無垢な上に、今日初めて会ったばかりのカイトには、ドン引きされてしまったようです。そして翌日から、カイトとマキさんの、二人きりの旅が始まります。戦ったり休んだり、泊まったり、様々な時を一緒に過ごしたんですね。マキさんが危なくなればカイトが決死で守り、マキさんも守られてばかりではいられないと死ぬ気で修行します。見ろ、あれが第二のボスだ。ようやくここまで来たんだ。戦いましょう、とやー。こうしてどんどん冒険を進めていったある日、悲劇は訪れます。お前ら、こんなところまで追ってきやがったのか。カイトは異世界で50年前に大戦争を企てた A 級戦犯の父親の息子でした。そのため子孫である彼も、国際指名手配犯にされていたのです。よカイト、久しぶりだな。お前は、ザイロ？ザイロはこの国で最も強大な権力を持つザイロ国の王、大規模な軍隊を率いて、カイトを殺しに来ました。武器を置け、カイト。どやー。ち、だから動くなって言っただろうが。カイトくん、カイトくん。恐れ入りますがお聞きします。この時はどんな気持ちでしたか？ひたすらその現実が信じられなくて、いや異世界だから現実じゃないんですけど、周りの状況を全く飲み込めませんでした。なんでこんな展開になってるんだ。それでその後私も撃たれて、その後現実世界の病院で目が覚めたので、ああ、全部夢だったのか、と最初は思ったんです。ですが、ベッドの隣にこれが置いてあるのを見て、あれが夢じゃない別の何かだったことを確信したんです。カイトの剣？カイトの一番大事にしていた剣が、私の寝ている隣に置いてあったんです。さらに、ちょうど病室に家族が入ってきて、信じられないことを言ったんです。マキ、生きていたのか。
先生、大変です。マキが命を吹き返しました。そうです。私は事故で死んでいたのです。だから異世界から私の魂が戻って息を吹き返したのも、とても信じられないことだったでしょう。でも、カイト君はあの世界で殺されました。せっかく異世界から戻ってこれたのに、カイト君のことを思うと、心臓が止まりそうなくらい締め付けられるんです。だから私。辛いですよね。そんなあなたにぜひ会わせたい人がいます。会わせたい？人。出てきてください、どうぞ。今夜のもう一人のスペシャルゲスト、カイトさんです。カイトくーん、カイトくんどうやってこの世界に来れたの？なんか俺、ザイロに撃たれた時にその反動で君の世界に魂が転送されたみたい。まさかこんなことが起こるなんて思いもしなかったよ。ちなみにカイトさんは、テレビをつけたらたまたまマキさんが映っているのを見て、すぐさま放送中にスタッフへ電話をかけてくださいました。ええ、皆さん、ありがとうございます。心から感謝します。皆さんの番組がなければ、こうしてマキちゃんと巡り合えることもできなかったかもしれません。それとマキちゃん。お？君のお礼の思い、嫌になるほど伝わったよ。え、いや、それは、その、それがたまらなく俺には嬉しくて、本当に本当に、だから、俺も大好きだ。結婚してくれ。は。はい。いや、次元を超えた恋ってのも、あるもんだね。お前いつからそんなおっさんみたいな喋り方になったんだ。あと、もう家をテレビ局に改造するのやめろよな。ここ玄関なんだぞ。はいはい。もう指名は果たしたからどうでもいいようだ。